水鏡の庭越しに斜面緑地を望む試作空間正面入り口鈴木大雪館は石川県金沢市本納町にある鈴木大雪に関する博物館である。2017年現在の館長は木村千明。金沢市出身の仏教学者である鈴木大雪への理解を深め試作の場とすることを目的に金沢市が2011年10月18日に 解説した。施設の設計は、金沢市に、ゆかりの深い日本芸術院会員の谷口義を大雪生誕地の近くに立地し、借景となるホンダの森公園との調和や大雪の精神とされる、静か、自由の具現化を図ったとされる。なお、開館日の10月18日は、大雪の生誕日である。鈴木大雪は、英文で仏教について、 多くの発表をしており、当館の入館者のうち約30%を外国人が占めている。建物は玄関棟、展示棟、試作空間棟とこれらを結ぶ回廊からなり、回廊の両側には水鏡の庭、玄関の庭が配されている。水鏡の庭は浅く水をたたえ、試作空間胸はその中に浮かぶように立っており、静かな空間を演出している。 試作空間棟は、谷口が、禅宗寺院の住職が生活する空間、包上をイメージして設計した建物で、中で、水鏡の庭やホンダの森を眺めながら、座禅を組むこともできるようになっている。展示棟では収蔵品のうち、大説の書、写真など33点が展示されている。展示品には、詳細な説明はなく、これは来館者がそれぞれに考え、 大雪の趣向を感じるための趣向であるとされる。施設の設置に合わせ、本ンの森公園の斜面緑地に沿って、金沢市立中村記念美術館まで緑の小径が整備された。辰巳用水が流れる斜面横の階段を上がれば、石川県立美術館、用水沿いに下れば、金沢21世紀美術館に抜けられ、街中の回遊性に配慮されている。2015年に、 日本建設業連合会主催の第56回 BCS 賞を受賞している。また2019年にはトリップアドバイザーの日本の博物館ランキングにおいて第3位にランクインしている。鈴木大説を国内外に発信する取り組みとして大説が編集員を務めていた社の建物を保存管理しているヘゲラー・ケーラス財団と大説が 数多く講演したニューヨーク仏教会を併設しているアメリカ仏教研究センターの2機関との間で交流協定を締結するほか、設計を担当した谷口義夫大雪晩年の主治医である日野原茂明、上田静照、寺島実郎、ピーターグリーリーが金沢市からアンバサダーに移植されている。ABCD 自然の中で試作深め、金沢で 鈴木大雪環境、会館、北国新聞2011年10月18日、指定管理者制度導入施設一覧、ABCDEF、金沢、鈴木大雪完全を体現した建築と、緑香るホンダの森、オールアバウト2020年2月10日閲覧。AB、異なる、全と、全、両方感じられるデザインとは、日刊工業新聞、 https://newswitch.jp:/p:/191392020 年2月10つ閲覧。abc、金沢に鈴木大雪館会館から独自の浮島施策空間で座禅も。金沢経済新聞。 h t t p s k e n a z a w a k e i z a i b i z スラッシュヘッドラインスラッシュ1631スラッシュ2020年2月10日閲覧。ab 米国3機関と協定締結へ、金沢の鈴木大雪館、施設団が来月打診、北国新聞2011年7月28日、池田洋一郎。こと物語。 京都鈴木大説の研究支えた、大谷大学下荒れた教授、思想は世界へ。朝日新聞、PU 館ごめん56回、b c s 賞受賞作品、鈴木大説館、トリップアドバイザー口コミで人気。博物館、ランキング2019、鈴木大説館の開館について、金沢市。ありがとうございます。